調子上級も雲増えてきてる。千葉市長、調子上級も雲増えてきてる。この辺うろうろ暑いだろうな。うん、暑いと思うよ。歩いてたの、あ、その顔してんじゃん。歩いてたの、下手って顔してるよ。あ、暑いんだな。まあいいことだけど、長期電鉄乗って、満車だ。食いに来たこの飯。うん、無謀にも違うすごいな、うん、プログレプログレかけたらさっきの熱海のやつの方がいいな、うん、デザインをねプログレかけたらさっきの熱海のやつのデザインの方がいいな、うん、あの同じ熊じゃ、うん、デザインもあんじゃないの、あまりにもおっさんくせえとかさ、それはいろいろあるから何も引いてん、みんな好みだもん、好みだもんね、うん、車は、うん、おー危ねえな、出ようとしたよ、ナビが更新されないな、ナビが前のままなんだな、更新されないな、うん、ここの地理に出したいのか、それは知らない、こんなな、バイバスすりゃナビの会社の方がやるべきでしょう、うん、キーが止まってたから、あれ止まってないじゃんね、止まってたら、こんなあるんだからね、ダムスーパーゴンも変なことになってから言ってたんだろ、あ、ワキバーの方が出てるから、ワキバーの今日波悪いんだね、風があるから、うん、海が濁ってる、茶色くなってる、この人はさ、こう休みの日関係なく走ってんだね、うん、休みじゃないからね、うん、だから俺も今日有給だからね、多分誰か事務所とか一人ぐらい出勤したかもしれないけど、事務所が出勤したかもしれないけど、
やったでしょ、うん、だから九十九里のうちの浜が砂浜がここから流れてこなくなったじゃん、うん、あれが泥が、うん、だからほら、うん、だってこのままいったら何十年が経ったら調子が島になっちゃうなって言ってたの、うん、俺らはこう削られて、うん、午後1時になりました。ここで削られたこんな柔らかいあのあれが流れてくんだもん、泥の塊が、うん、でここ堤防ができたらどんどん削られちゃって浜がなくなっちゃったの、で堤防を入れて、その堤防は1回目のやつは波に持ってかれちゃって、で2回目の堤防を入れてその後ろにな、そんでやっぱりテトラポット入れたら持ってかれなかったんでしょ、うん、だから波ってすごいんだよな、うん、1回目の堤防はテトラポットがなかったから直接波来たんでしょ、うん、持ってかれちゃったってことは基礎がそんなに深くいってなかったってことだろ、うん、要は、うん、で砂だからどん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 波来て削られちゃったんでしょ、うん、下えぐられちゃえば倒れちゃうもんね、うん、抵抗なんてコンクリだから、うん、鉄筋が入ってるとか入ってるとか関係ねえよね、うん、新築されちゃうから大変なんでしょその時だけだからね、うん、新しい時だけだからこの人はずっと歩けるんだもん、堤防平らだから、ほら茶色いよ、だから何でここを陸地にあれ橋かけてもこっちとこっち側の陸地の方に人を入れて海にはかけないようにしてる、海の方に行ったら、その周りが終わりじゃん、これは何を取るのかね、なんだかよくわかんない、こういうのまあ種だけでも売れるけどよ、うん、ああいう小鳥の餌とかで、うん、どっちが目的かね、それは分かんない、これで作ってるってことは、うん、両方やったかもしれないもんね、うん、両方かもしれない、それは分かんない、うん、いっぱい作ってるってことは、うん、どっちにしても種買いに来るんだ、うん、だから油を作るか何を作るかはそれは買った方のあれだろ、うんうん、行くんだね。
なんだこれ止まっちゃったよ。これが出てきたかったの。場所探してんだ、止める場所。うん、来ちゃったから。